ナミュール包囲戦は大同盟戦争中の1695年7月2日から9月1日にかけて行われたスペイン領ネーデルラントのナミュールの包囲戦。アウクスブルク同盟の軍勢は1692年の包囲戦でフランス軍に占領されたナミュールを奪回、大同盟戦争における最も重要な戦闘と言われた。フランス軍はリュクサンブール公爵の指揮の下、 フランス王類14世が見届けた1692年の第一次方位戦でナミュールを奪取した。ナミュールの防御工事は第一次方位戦で城塞を守備したメンノフォン・クーホルによって設計された。ナミュールが陥落した後、フランスのセバスティアン・ル・プレストルド・ボーバンは防御工事を大幅に改善した。サンブル川とマース川の合流点にあったため、ナミュール城は スペイン領ネーデルラントにおける最も重要な要塞だった。今回はフランス軍が守備に回り、ラファリーズ上を本営としたアウクスブルク同盟軍、総司令官、ウィリアム3世とスペイン領ネーデルラント総督、マクシミリアン2世エマヌエルは1695年7月2日に包囲を開始、翌3日にはナミュールが完全に包囲された。前回は守備軍だった。 メ面のフォンクーホルンが今回はナミュールを包囲した。防番により築かれた外周の防御工事は7月18日までに同盟軍に突破された。イングランド軍とオランダ軍計5個大隊は8月3日にナミュールのブリュッセル門に強襲を仕掛け、フランス軍の指揮官、ブーフレール公爵は降伏してナミュールの街を放棄した。この時の交渉により翌日から6日間停戦し、 勝者の治療とナミュール上映の撤退が許された。停戦の保証として、高級将校が人質として交換された。6日間の停戦の後、方位戦は再開した。ビルロワ公爵は、同盟軍をナミュールから引き離すべくブリュッセル砲撃を観光したが、ブリュッセルは政治的には重要ではなく、砲撃の唯一の目的は、ブリュッセルの破壊だった。 砲撃は8月13日から15日まで続いたが、ナミュールの包囲軍は同時なかった。ビルロアは続いて、ナミュールの包囲を解こうとしたが、ボーデモン公爵の軍に阻まれた。1ヶ月間抵抗した後、ブーフレールは、自軍1万3000のうち8000を失って9月1日に降伏、城塞を明け渡した。同盟軍の損害は1万2000人だった。デンゼとリクスムイデで、 同盟軍の捕虜をひどく扱い、また降伏の条件を破ったため、ウィリアム三世は、ブーフレールを釈放せずに止め置いた。トリストラムシャイリ、主人公の王子、トービー、シャンディ大尉が美しい未亡人、ワドマンに、包囲戦の模様を語る場面。ブリュッセル砲撃は、同盟軍のナミュールから引き剥がしには、意味をなさなかったものの、戦士的な視点においては要塞を攻略。 防衛する時代に終止符を打った出来事とする見解もある。近代戦における大規模な火力の前には要塞化された都市は無力であることが示されたことでヨーロッパにおける戦術は工場戦から初代マールバラコーや他の指揮官たちがスペイン継承戦争で選んだ直接的な回戦へと移行していった。 8月31日に3000名のイギリス軍兵士が行ったテラノバドルイに対しての突撃で700名の敵弾兵が先陣を切った出来事は後進局、ブリティッシュ・グレナディアーズの元となったとされる。ジェフ・アール・ロイドの小説マザー・ロス・アン・アイリッシュ・アマゾンはナミュール包囲戦とその後が物語の中心を成している。この作品は18世紀初めに ダニエル・デフォーが匿名で出版した小説、ザ・ライフ・アンド・アドベンチャーズ・オブ・ミセス・クリスチャン・デイビーズを改作したもので、下敷きとなったデフォーの作品は、1693年にイギリス軍に断層して入隊し、この包囲戦に参加したアイルランド人女性、クリスチャン・デイビスことクリスチャン・キット・カバナーに取材したものである。作者デフォーによれば、 デイビス夫人がロイヤルホスピタルチェルシーでの年金生活者となってから面会したようである。作品自体にはいくつ歌詞術との食い違いが見られるものの歌詞観の視点から見た方位戦を描いた興味深い内容となっている。ローレンス・スターンによる1760年の小説トリストラム・シャンディは主人公トリストラムのおじ、トービーが またぐらに負傷したナミュール包囲前を含め9年戦争での数々の出来事について研究している。作中、トービーは彼の忠実な部下であるトリム長と共に自宅の庭園に戦場を再現した模型を作り、トービーの婚約者にして家父のワドマンプ人に見せる。ワドマンプ人は結婚の前にトビーの怪我のほどを確かめようとするが、トビーは 工場戦についての長々と込み入った説明で彼女の質問を煙に巻く。このエピソードとトビーの模型は2006年公開の映画トリストラムシャンディの生涯と意見の劇中劇でも再現されている。イギリス軍の中で14の旅団がナムーア1695に参加したことによって戦闘名誉賞を受賞している。受賞した旅団は以下の通りグレナディアガーズ。 コールドストリームガーズ、スコッツガーズ、ロイヤルスコットランド連隊、国王府、スコティッシュボーダラーズ、ロイヤルアイリッシュ、この F 表連隊、ロイヤルウェールズフュージリア連隊、ロイヤル、ウォリックシャー連隊、クイーンズロイヤル連隊、イースト、ヨークシャー連隊、ウェストヨークシャー連隊、国王つけロイヤル連隊、国王つけロイヤルボーダー連隊。ありがとうございます。